どうも、ストーリーのヒロです。フットサルスクール、フットストーリーを運営し、FC ストーリー徳島で代表兼監督をしています。この音声配信、トークストーリーでは、FC ストーリーのコーチであり、F リーグの監督経験を持つ山本直樹とのトークを配信していきます。それではどうぞ。はい、おはようございます。はい、おはようございます。今日のテーマですね、ちょっと思考を変えてね。思考変えんの？うん。俺の顔見たらなんか企んでそうな顔しようだろ。なんか嬉しそうな顔しとんな。今日のテーマは、東京リベンジャーズ。東京リベンジャーズ？徳島卍会よろしく。知ってるけどさ。うん。見てるけどさ。総長の山本直樹じゃないですか、直樹。いじりすぎやろ、お前。直樹だる。俺、ひろゆきっちよ、ひろゆきっち。ドラケンはドラケンおらんな。ドラケンおらへんかったらあかんで、マイキー。俺、佐賀県ならば佐賀県。いらんわ。直樹、行くぞ。もっと強そうじゃないとあかんやん。ドラケンがいっちゃん強そうやん。とりあえず、ちょっと前まで俺はね、構想で亡くなってしまったやっぱバジさんのことがちょっとね忘れれんくてさ。これ分からん。ペヤング食べたよ、ペヤング。分からん。ペヤング食べたよ。分かる人が聞かんと分からんな。いいのよ、そんなのは。分かる人は。俺ペヤング半分食べるやつ泣きそうになったわ。あの、うん、あの子誰？バジさんについて言ってた子。千冬。あの子、ペヤング半分残して持って行ってたやん。そうよ。俺は感動した。すぐコンビニ行って、ペヤング買うよね、あれね。買っちゃうよね。買った。いや、買ってない。ペヤングなんか食べたらあかんねん。毎日走ってんのに。買えよ。買えよ。ちょっと走ってるぐらいでペヤング買わんって、そんなんバジさんに対して何も思わんの。地冬の思いはどうなるよ。地冬の思いとか、バジさんとか、こう、単体であげたあれやけどさ、うん、何なんだろうな、ああいう、実際にさ、そういう、あの子たちは何なん、暴走族な。暴走族。かっこいい暴走族。硬派の暴走族。暴走族の子たちとかさ、ヤンキーとかもそうやったんやろうけどさ、仲間意識がすごい強いよね。これは、今、スポーツにつなげていく振り？いや、スポーツうんぬんじゃないけどさ、なんかこう、すごいよね。仲間を思いやるみたいな。そう。パーチンな、パーチン。パーチンがね、捕まっちゃう、あることをして捕まっちゃうみたいな。捕まっちゃうけど、あれやってな、そういう思いがあるから。でも、そのパーチンを助けようとしたりとか、そのパーチンはもう仕方ないんだって、それを助けたらお前も悪くなるぞ、みたいな。なんかこう、うん、もう仲間思いのもう、ひっちゃかめっちゃかよね。もう仲間思いがカオスになってるもんな。混沌としてるよね。そう。仲間思い。みんなの思いが強すぎて。うん、そう。まあもちろん、その中にこう、さまざまな裏切りとかも出てきたり、うん、ね。こう、そんな中でもこう、その裏切りっていうのもさ、なんか自分が上にのし上がるためみたいな。うん。なんか、ただ単にこいつの気持ちを踏みにじるとかじゃないや。うん。なんか俺は上に行かなきゃいけないから、こういう奴らをこう落とし入れてでも、みたいな、うんうん、こう、ハングリーな、野心を持った。そんななんか、すごいね、ああいうのね。うん、野心はね、大事だけど、なんか、裏切りとかってやっぱ嫌だね。なんか真面目なテーマに、リベンジャーズ全然関係ないけど。なんかこう、うん、もう東京卍会のようにさ、うん、みんなこう、何？まっすぐ熱く、行こうぜ。まあもう30後半やからな。おい。
直樹。直樹。30後半やから、そうも言うてられへんのじゃ。やっぱりこう、仕事もあるしさ、みんな。もう今、それ、ドラケンの前で言ったらもう、ボコボコやな。殴られたらな、俺な。もうボッコボコやな。あかん。そんなやつは何時間にいらねえ。ちょっと似てない、ほんで、ドラケン。ちょっと似とうよな。ちょっと上手かったよな、うん。うん。もちろん練習しとくわ。いや、でもやっぱり、あの子たちはまあなあ、そう、若いうちからそういうことして、まあ見てない人は英雄みたいになったらあかんけどな、ある程度の組織を作って大人になってってするけどさ。そうやな。でも、うん、こう将来に向かってこう自分たちでいろんなものを作り上げていくわけやしね。そう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 。うん、FC ストーリーも一緒や。マン時間みたいなもんや。あんな、みんなでもあんななんか、うわーって集まってないんちゃうか、まだ。いや、そうやな。もっと熱量いるな。いると思うで。なんか俺一人でなんか練習中ギャーギャー騒いでるな気するもん。次の練習でいじられるんちゃう、直樹がなんかやったら。直樹って。あいつらが聞いとったらな。聞いてないわ。絶対聞いてないわ。なんかもう多分うっせえな。ダリーな。めんどくさーと思って。おっさん二人は思われてるだろうな。こう、練習中とかも、こう、そうじゃないよ、つって。こっちだろ、こうだろ、今んとここうだろ、ってでかい声で。何やねん、ってなってんのか。マジだるいわ、つって。直樹、だるいわ、直樹。もういじりすぎやろ。まあでも熱量いるよ。万次会ぐらいの。でも、タケミッチーみたいにさ、こういう結果になっとったら戻ってみよう。あれ変わってる。やっぱ戻ってみよう。やっぱりこっち行こう。やっぱり行ってみたらまた変わってる。やっぱうまいこといかんのかな。ああ、12年前に戻るんだったっけ ?10 年、12やな。12? ああ、そこ知らん。多分12年前と全く同じ日に。だから、今日の12年前のこの時間に戻るの。ああ、いらん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 、俺。うん、僕もいいから。いいわいいわ、もう戻らんでいい、戻らんでいい。めんどくせ、めんどくせ。戻ってやり直したいと思ったことがないな。素晴らしいね。うん、ない。まあ、俺、戻れる、自由に戻れるなら、直樹に出会った時に戻ってありがとうなって言うかな。未来変わってまうで。何こいつってなんで。もうね、こいつ何言うとんねん、初対面で直樹ありがとうしかもいきなり直樹。俺の人間性でそれ言うてきたら何こいつ気持ち悪いやつやな、うん。だいぶこいつやばいやつ。仲良くならへんかったかもしれんで。で未来に戻ったらあれ直樹徳島来てへん。あれ通りないやろ。直樹。なんか聞いてないやん。いやねんこいつ。戻ったからっつってうまくやり直せるとは思わんもんな。まあそういう仲間意識が強いのは見ててすごいなって思うけどね。うん、だから直樹が直樹になって俺がひろゆきっちとしてFC ストーリー徳島卍会をちょっと熱くしていかなあかんね。タケミッチは違うんちゃう。タケミッチ別の子にやってもらわなあかんのちゃう。だったらお前すごい冷静に言うの。お前が、あれだろうがよ。マイキーだっけ。マイキー。ひろゆき。ひろゆき。俺がドラケンみたいになって、タケミッチみたいな子は別で出てこなあかんのちゃう。直樹は直樹になるわけやな。名前はどうでもええねん。なんでそこ名前をつけたらあんねん、お前は。ひろゆきと直樹になってやっていかなあかんわけやな、確かに。で、タケミッチみたいな子、なんか熱い子がバーッと来てやな。そうだな。その子が試行錯誤を切磋琢磨してくれたら、いいんちゃうん。タケミッチ。
募集せなあかんな。竹道募集しよう。竹道は何をする人な、ストーリーだと何をする人な、指導者、選手な。なんだろうな、いや、選手なのかな。こう立ち向かっていく。直健監督、それじゃダメっすよ。いや、めんどくさいな、なんかそうやつおったら。ひろゆきはストーリーこのままでいいんすかみたいな。いや、でもそういうことだな。ちょっとめんどくさい、ね、なんかそういうことを俺らに言ってきて頑張ってくれる子やろな、でも。どうだな、若手の燃えてる熱いやつが竹道になるわけやな。でも周りにあんなになんかごっつ強い仲間もおれへんけどな。確かに。バジさんみたいなんとか。うん。バジス、俺バジさんになりたいわ。バジさん死んでまうと。うん、確かに。でも最後まで何かが一人で頑張って言う結果やもんね、あの人もね。俺がもし死んでしまったら、ペヤング半分食べて、半分は。いや、お前とペヤング半分ずつ食べたことないからな。とりあえずそんなの、なんでそんな思い出を無理くり作る。今度、とりあえずじゃあペヤング半分こして食べるところから始めるか。いや、ダイソン行こうよ、ダイソン。ダイソン好きやな、ダイソン半分するか。うん、ダイソン持って行こう。半分なって言った。うん、ダイソン持って行こう。お前が死んだら。死ぬ間際には、ナオキ、ダイソン、食べてえな。マジ聞いてる人これ何言うとってなるやろな。こいつ何の話しとん。俺は多分聞いてる人からしたらマジでどうでもいいや、うん、いいやん。たまには真面目に話す時もあるし。いや、いいよ別に。全然普段こんな話やし。そうやな。まあ確かに。それまでこの話まだ続ける？もういいか？もういいわ。いいのな、うんうん。まあでも。仲間意識って大事だなっていう。そうやな、結局。強い団結力よ。そう、この話のなんか結局裏テーマはなんかこう、熱量とか、強い仲間意識とか、何かに向かって一つになって突き進んでいくっていうパワーみたいなものが必要っていうテーマになったね、結局は。そうやな、仲間っているな。ということで、今日のテーマは東京リベンジャーズ。で、僕たちは、竹道を募集します。竹道、はい、どこから来てください。はい。ということで、東京リベンジャーズ、お送りしました。ありがとうございました。さようなら。